まもなく、ランドローバーディフェンダーにロングボディの130が登場します。そのデザインが明らかに高級志向のフラッグシップ SUV。発売に向けて準備が進められている新型ランドローバーディフェンダー130だが、米国に提出された特許申請の中で、そのデザインが明らかにされたディフェンダー130はボディを延長した8人乗りモデルである。以前 ドイツでカモフラージュを施したプロトタイプが目撃されているが、今回確認された新しいスケッチでは、市販モデルの最終的なスタイリングが見て取れるロングボディの130は、現行の110と90に続く第3のボディスタイルとなり、欧州ではアウディ Q7 や BMWX7、米国ではキャデラックエスカレードやジープグランドアゴニアなどに、 対抗する高級志向のフラッグシップと位置づけられる。発売日はまだ確定していないが、2019年にリークされた社内プレゼンテーションでは、8人乗り SUV として2022年に登場することが確認されている。130はディフェンダーシリーズのプレミアムエクスプローラー。エントリーモデルの90はイメージアイコン。110はディフェンダーの決定版と、 位置づけられるという。そのため、価格も高く設定され、最上級のグレードのみが用意されるようだ。全長5.1メートルハイブリッドや V8 も搭載。初代ディフェンダー130は110よりもホイールベースが延長されたが、新型はリアオーバーハングが目に見えて大きくなり、全長は5.1メートルと、 110よりも 342mm ライバルのメルセデス・ベンツ G クラスよりも 227mm 長くなっている以前目撃されたプロトタイプは新しいマイルドハイブリッド3.0リットル自家6ガソリンエンジンを搭載していたこのエンジンはディスカバリーでは最高出力 360PS を発生し時速 0100km 加速6.5秒を 達成している。また、1 3 2は、プラグインハイブリッドの P300E や、最高出力 550PS の、スーパーチャージャー付きガソリン V8 など、ディーゼルおよびガソリンのパワートレインがラインナップされると、予想されている。130とは別で、フォードレンジャーや三菱 L200 に対抗する、ピックアップトラックのバリエーションも登場が、 期待されているランドローバーのビークルプログラムエグゼクティブディレクターであるニック・コリンズはディフェンダーについて構造上の制限はないと語りピックアップトラックを導入することでディフェンダーをファミリーとして確立するという意図を示した